ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は海外で発表された ASUS の新型スマホ、Zenfone Max M1 をご紹介します。スペックは次の通りです。CPU は Qualcomm の Snapdragon 425または430、RAM は 3GB で、ROM は 32GB。ディスプレイは 5.5 インチで、解像度は 1440×720 ドット。カメラは背面のメインカメラがデュアルレンズとなっていて、それぞれ1200万画素と800万画素の組み合わせです。レンズの構成としては標準レンズと広角レンズとなります。前面のインカメラについては800万画素のシングルレンズとなります。バッテリーは 4000mAh で、OS は Android 8.0 となります。CPU が Snapdragon の400番台ということで、ミドルレンジの製品の中でもややスペックは低いモデルになります。ただし、Zenfone Max シリーズの特徴である 4000mAh の大容量のバッテリーを搭載しているほか、この Zenfone Max M1 から他のスマートフォンなどに充電することができる機能も搭載しています。要は、この Zenfone Max M1 をモバイルバッテリーの代わりに使うことができるということです。なお、すでに国内では Zenfone Max Plus M1 というモデルが販売されています。モデル名の間にプラスがつくモデルと、今回発表された Zenfone Max M1 との違いとしては、CPU がプラスがつくモデルが MediaTek 製の CPU を搭載しているのに対し、今回ご紹介したモデルは Qualcomm の Snapdragon となっています。その他は特に特筆すべき点はありません。日本での発売もアナウンスされていませんのでどうなるかはわかりませんが、もし日本で発売されるのであれば価格は2万円台になると思います。なお、この Zenfone Max M1 ですが、デザインは同じく発表されたばかりの Zenfone 5 シリーズとかなり近くて、背面のデュアルレンズカメラの並び方も縦方向に並んでいます。これといって特徴がないモデルのせいか、国内のメディアでもほとんど取り上げられておらず、注目度が非常に低いモデルになっています。ただし、日本で発売されるのであれば、先ほどもご紹介しましたが、2万円台になると思いますので、コストパフォーマンスのいいバランスの取れた端末と言えます。なお、この動画の概要欄に、現在発売されている Zenfone Max Plus M1 の販売店のリンクを貼っておきます。そちらはすぐにでも購入することができますので、大容量のバッテリーを搭載したコスパに優れたモデルが欲しいという方は、そちらもチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。